国有地をですね、不法に占拠をすると、こういった行動についてはですね、決して容認されるものではない、考えております。一日も早く不法占拠の状態をですね、解除していただきたい、撤去していただきたいと。このテントの存在自身が多くの全国です、これは皆さんの脱原発を願う皆さんの一つの心の支えにも なってきた。再稼働反対、再稼働反対、福島の子供を守ろう。福島の郡山から来ました。っていうか本当に原発というのはいらないと思いますし、半年経って何にも解決してないというのが本当に現実だと思うので、この現実をしっかり偉い人はよく考えて行動に移してほしいと思います。私たちはここで10日間ハンストっていう形で自分たちの思いを表現するんですけど、今からすごい若い世代の思いを多くの人に伝えるってことが、その原発の放射能のゴミとかも本当受け継いでいきたくないっていう思いを多くの人に伝わればいいなと思って、います。我々はそのまま帰るわけにいかないということで、今日このまま明日の朝まで、座り込みに入ります。立てた人間がね、何を考えてたかというと、そのこれヒューマン知恵で経産省を囲もうというふうに考えて、まあ、我々もいたわけだけれど、これは多分成功するだろうと。で、成功したらその次どうするかというと、結構換算するでしょ普通は。で、まあ良かったねっていうことで、まあ良かったねは違いないんだけど、で、それだけでいいかなっていうふうに思ったわけだな。脱原発なり反原発運動の継続的なにそれを続けるための一種のまあ物理的な空間、場所、これを作ろうという、まあ、そんな感じだったですね。すごい楽しそうですね。いいですか、これ出入り自由だ。クリア透明に向かって戦う決意をオープニングのどうぞか、どんな方法でできあと昆布が明太、辛子明太。原発いらない、原発止めよ、原発いらない、原発止めよ。私は郡山から実家の新潟に避難してたんですけど、主人の転勤で今は大田区の方に。この半年7ヶ月間どういうことを感じて、じゃあ今作ってくれたの病気だし、怒りですかね。下がってはい、福島の人たち何もしないで どうなってんの、おとなしいんじゃないのなどという声がなんとなく聞こえてきてですね、これは東京に行ってやろうよという話にだんだんこう盛り上がってきてですね、東京のじゃあどこだっていう時に、やっぱりその政治家たちがいっぱいいそうな霞が関あたりかななんてなんとなく思ってた時に、テントを張っているらしいと、どうもそういう情報が入ってきてですね、じゃあそこでどうも協力を得ながらやれそうだっていうことに、だんだんこう輪郭がはっきりしてきたという、その流れですね。
ここは特に福島の立場から言えばですね、全国に避難した人がいっぱい仲間でもいるんですけども、ここに来ると福島の人と出会えたり、あるいはいろんな福島の生の情報を入れられたり、あるいはここで泣いてもいい、叫んでもいいと、とても安心できる場だと、ある人はここは愛があるからいいというようなね、言い方もされているようで、そういう意味でも運動の拠点というだけでは決してなくてね、そういう人たちの心の拠り所だっていうこともとても大きいと思いますね。公表させてください。おかしいです。根拠のある議論がされてるんだったらどうぞすればいいんですよ。山口彰、岡本浩二、安倍豊のこの3人の献金もらっている利益相反の委員は解任して行動に移してやれば再開できます。でもそれができないなら今日は留会。福島の声を聞いていただきたいです。ちょっと聞いてやってよ。福島の声を聞け。福島県の原発はまだ収束していません。何も変わってないんです。そのことを皆さんはご存知のはずです。なのになぜストレステストがどうのこうので、再稼働がどうのこうのって、特に皆さん男性の方ですね、女性は原発選びません。命が大事なんです。岡本さんいかがですか。福島第一原発は収束したんでしょうか。私たちは安全なんでしょうか。10マイクロのところに住んでいて安全なんでしょうか。もう10ヶ月過ぎました。傍聴は申し訳ございませんが、傍聴なしでやらせていただきます。どうしたんだよ。いえ、先ほど申し上げましたように傍聴はなしということでやらせていただければというのが法務省の判断でございます。傍聴したいと言ってそれで揉めたわけですよね。ですから本当は、ちょっとじゃあ大変だけど広いところなんとかね、工夫すればなんとかなったと私は思ったんですけど、されればね、そこはしない前提でやるっていうのが省としての判断でございますので。傍聴努力はしてないんですか。今回の福島の事故を受けて関係者はね、総懺悔なんですよ。私も含めて、法務省はその筆頭ですよ。委員が議論する場と他の空間を分けてしまうとか、そういう発想自身が何も反省してないっていうふうに見えるんですね。それは間違ってると思います。するのはテントではなくて命を殺す原発だ。原発いらない。原発いらない。原発いらない。再稼働を止めろ。再稼働を止めろ。再稼働を許すな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 。これいいよね。最初から誰ですか。佐田正宏。重大な日を迎えるわけです。どうしてもこれを避けたいというのが多分政府です。私たちは5月5日をどうしても原発ゼロで迎えたいと思います。今日から私たちができることそんなに多くはないのですが、私たちが最もできそうなこととして連続の完全搬送を今日から決行する。政府はもうダメですからね。当然原発で行こうとしているしね。だからやっぱりみんなでこれは考えていってどうするのがいいのかっていうことをやるんだろうと思いますね。それでこういう座り込みはその最初の一歩だと思うんですね。ここからこれで全ての解決ではないけれど、
この去年ここで若いもんが版画ストライキやりましたね。その時終わって福島の女性が来て座り込みやって、その時も私来て、その時のスローガンですね、女性が持ってきた金よか命という、そのスローガン見て私もそのようなつもりでずっと運動やってきたもんで、この原発はまあ命に一番関係あるものなので、これはぜひなくさなきゃダメだという気持ちがあって、ずっと今回のまあ搬送にも参加したつもりです。今日は本当に五月晴れの中で原発ゼロの日を迎えることができて本当に嬉しいです。の人だ。再稼働へ反対する人たちの、思いや、怒り、この政府への、不満などが、こもっているはずです。例えばヨーロッパの都市って広場が必ず真ん中にあるんですよね。でやっぱ何か政治的なイシューが巻き起こった時にそこに集まって議論すると、とりあえず集まると、でワイワイとやって、集まるっていうのがあって、でそれが、言ってしまえばその公共的な空間として、絶えず、まあ、歴史的にもずっと認識されてきたわけですよね。これまでの日本の政治思想の中でそうした広場的なものというか公共空間っていうのは消されていく傾向にあったと思うんですよね。でその代わりにいわゆる代議制というか、まあ、国会ですとか、議会ですとか、そうした、まあ、代表者による討論を優先していくっていうのが日本の政治風土としてあったと思うんですよね。でそういう中でむしろそうした、代議制が機能不全に陥ったっていうのがやっぱ震災以降の非常に重要な点だと思うんですよね。でその時にある種の直接、的に直接その議論するような空間を作っていくっていうのが多分テント前の広場だったと思うんですね。地震も原発事故もなかったことにしようと思ってる勢力っていうのは一定数いて、不安に思ってる人たちだとか、取り残されてる人たちをこう視界から消したい人たちってたくさんいるんだと思うんですよ。で言ってしまえば経産省前のテント広場ってその象徴だと思うんですね。で確実にもう日本の中で起きてることがいわばど真ん中で視覚化されているような状態だと思うんですよ。国の欲望としてはもう そういうのあったかも終わったかのようにこう演出したいっていうのはあったと思うんですけどね。第一原発から 1.2 キロに住んでました。11日の夕方6時40分頃、放射能漏れる可能性あるから2キロ逃げてください。早く逃げて早く逃げて。何も持てますか？お財布も持てません。探しても真っ暗です。何一つ持たず気の身気のまま逃げました。こんな地獄の思いしたんです。それで2ヶ月3ヶ月泣き年泣きました。ふるさと帰りたい、友達に会いたい、みんなのところに行きたいって泣きました。その時たまたまこのテント広場の人に出会って、ここに来た時励まされたんです。皆さんに
すごく励まされ、皆さんお互いに頑張ろう、励まし合っていろいろな話し合いして、本当に私はこのテント広場がなかったら立ち直ることはできませんでした。本当にありがたかったんです。私の心の中ではテント広場は第二のふるさとなんです。ここに来て救われたし、被災者の人とも会うことできて、いろんな会話もできて励ましてもいただいてるんです。だからこのテントも竹がなくなったら私たちはどこで何ができるか分かりません、一人では。だから絶対にテント広場竹は提供しないように皆さんお願いします。私だってふるさと帰りたいんです。今すぐでも帰りたいんです。でも帰れないの分かってるんです。でもいつかいつかね、帰られる人も心に思ってこれから頑張りますから、皆さんよろしくよろしくお願いします。テント広場を守ってください。